おはようございます。今日はですね、M1 Mac でフラクタル関係のアプリケーションが動くのか検証していきたいと思います。今日はですね、Axe Edit 3、フラクタルボット、この辺のですね、フラクタルを操作する上で重要なアプリケーションがしっかり動くのかどうか確認していきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。まずフラクタルボットから起動させてみます。もうすでに FX3 はつながっています。はい、このようにですね、フラクタルボットは問題なく起動しました。はい、接続もバッチリですね。こんな感じで全く問題なく動いてます。では続いて Axe Edit 3を起動してみたいと思います。はい、このようにですね、全く問題なく起動しています。さらにですね、この数値を見てほしいんですけれども、つまみを動かしてみてもかなりもうヌルヌルに動きます。全く問題ない感じですね。動作としてはね、こういうところで引っかかったりすることは全くない感じです。プリセットの切り替えも全然大丈夫ですね。シーンの切り替えも問題ありません。普通に動きます。で、一応アクティビティモニターで確認をしてみたいと思います。フラクタルボットがですね、インテルアーキテクチャで動いてますので、ロゼッタ2で動いてるということですね。Axe Edit 3も同様にインテルベースで動いています。ロゼッタで動いていても全く問題ないということで、素晴らしいことだと思いますね。それで一安心かなと思ったんですが、問題がありました。このようにですね、オーディオミディ設定がありまして、こちらに接続がしっかり認識はされているんですね。で、選ぶことも可能なんです。可能なんですが、残念ながら Axe FX3 を通して音を出力することができませんでした。これ原因はね、わからないというか、まあ USB としての認識がね、アプリケーションとの連携はできてるんですけれども、おそらく USB のオーディオインターフェースとしては認識していないという状況だと思います。ロジックも同様で、環境設定の出力デバイスにこのように表示はされるんですけれども、適用させることもできるんですが、なぜか入力を全く感知してくれません。今ギターを接続して音を出しているんですが、このようにですね、ゲージが全く触れずに録音もすることもできない状態でした。なので、オーディオインターフェースとしては残念ながらまだ使用できないという状況のようです。これがね、早く対応していただけると嬉しいですね。でもさっき出てましたね、15.0 の話が出てましたね。15.0 が来てました。メジャーアップデートなんで、結構大掛かりなアップデートになってますね。ただサウンド関係の内容は書いてあるんですけれども、 M1 Mac に対応しているかどうかについては記載されていないようですね。まあ、かなり重要な変化はありますけど、せっかくなんで今アップデートしちゃいますかね。はい、アップデートが完了しました。再起動してみたいと思います。っていうか、よく見たらフラクタルボットのロボットの目が点滅してますね、これ。初めて気づきました。じゃあ再起動したいと思います。引き続き、Axe Edit 3もアップデートしちゃいます。アップデートが完了しました。早速開いてみたいと思います。接続がかなり早くなりましたね。あっという間に認識してコネクトしてくれました。じゃあその間にちょっとロジックのですね、デバイス FX3 にしてあるので確認したいと思います。やっぱり無理ですね。 USB のオーディオインターフェースとしては全く認識してもらえない状態です。これはもうちょっとね、対応待つしかなさそうですね。はい、 Axe Edit 3はもう何の問題もなく機能してます。バージョン 1.08.04 が来てましたけれども、かえって接続早くなってね、良くなってますね。動作早くなってますね。滑らかさは問題ない。良くなってますね、反応。確実に速くなりましたね、切り替えも。いい感じですね。いい感じです。すごいいい感じ。これは嬉しいですね。フラクタルボットの起動も良くなってますね。速くなってます。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。FX3 のですね、音作りに使う Axe Edit 3とバージョンアップに必要なフラクタルボットは非常に快適に動きます。それは全く問題ないんですけれども、注意したいのが USB インターフェースとして接続をして、そのままロジックで録音するということは今できない状態です。なのでインターフェースを使ってそちらに入力をして、そのインターフェースを介して録音するということは全く問題なくできるんですが、FX3 と M1 Mac を直接接続して、そのままダイレクトにレコーディングするということは今できない状態です。これね、ちょっともしどなたか情報を持っていましたらコメント欄で教えていただけたらと思います。まだね、対応してないんじゃないかなと思いますけれども、何か情報ありましたらお願いいたします。それでは今日はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。